ぱり昔は時間が流れてたわけですね。そういうことを私は、しておりました。今はですね、1番と6番、あとは、省略をいたしまして、走っておりました。このホコはなぜ今倒すのでしょうか。3番の違いの、勝負が終わりました後に、ホコが倒れますので、こちらの説明をこれからいたします。はい、敬語の皆さんありがとうございます。はい、ではお水さん、すいません、これからですね、ホコが倒れる、よろしくお願いいたします。ただいま竹洗いの中ではホコを倒しております。3番が終わったところで、から馬に慣らすためにずっと練習をしているわけですね。そしてだいたい、ただいまの勝負いかがでござん。お勝ちでござん。はい、今、伊賀さんの野ねずみがお勝ちでござるという、声が聞こえました。では、馬場の中には、当たりだと思います。伊賀田、若さの国、宮川の将、ウィーケンですね、この野ねずみがこの馬場の中に入ってまいりました。こちらはですね、馬回しは1番と同じように大変長く、こちらの本こぶりといいまして、馬の中を馬回しをいたします。先ほども、ご案内しましたように、昔はすべてこの本こぶりという作法を行ったため、最後の馬が走る頃にはたっぷり、ただいまの勝負いかがでござる。では本日も長い間、今日お天気